今回は総集編第16弾です。過去にアップしたおばさんシリーズを5作一気にご覧ください。まずは旦那の後輩にロックオンした49歳おばさんのお話です。それではどうぞ。やっと解放された。今からタクシー乗って帰る。俊介お疲れ。会社の飲み会も大変だね。上司の佐田岡さんだっけ、ちゃんと家まで帰ってるかな。心配だから家まで送り届けたよ。できる後輩だね。何かあったら怖いからな。佐田岡さんももう50歳で、食事代もご馳走してもらってるし、それくらいはさせてもらうよ。俊介ってほんと人付き合い得意だよね。彼氏というより社会人として尊敬してます。ありがとう。出世して自慢の彼氏になるわ。出世なんかしなくても自慢の彼氏だよ。最高の彼女じゃん。今さら？もうそろそろ家に着く。電話する？今日は疲れてるでしょ。ゆっくり休んで。ありがとう。翌日。手塚俊介さん、おはようございます。佐藤家幼児の妻の美奈子です。昨日は主人を家まで送ってくださり本当にありがとうございます。奥さん、ありがとうございます。いえいえ、佐藤家さんにはいつも本当にお世話になってますので、どうか気になさらないでください。ありがとうございます。主人からよく話は聞いております。本当に可愛い後輩だと。そんなそんな。今度うちへ来ませんか。昨日のお礼も込めてお料理振る舞わせてください。お気遣いありがとうございます。でも本当に大丈夫ですよ。そうですか。ではまた主人をよろしくお願いします。はい。1ヶ月後。俊介さん、お久しぶりです。お願い事がありましてご連絡させていただきました。奥さん、お疲れ様です。どうされましたか。実は今週土曜日が主人の誕生日で、うちでパーティーを行う予定なんです。そこで俊介さんにもどうか来ていただけないかと思いまして。お誘いしていただきありがとうございます。何名様くらい来られる予定ですか。私が知ってる主人の知り合いなので、そんなに多くはないと思います。プレゼントなどは不必要です。参加してくださるだけで構わないので、どうか検討していただけませんか。かしこまりました。日程調整させていただきますので、少々お待ちいただけますか。わかりました。10分後。アンナ、すまん。今週の土曜なんだけど、夜無理になってしまった。ね、どうしたの。その日、佐田岡さんの誕生日で自宅でパーティーするそうなんだよ。前に1回断ったから、今回断れそうになくて。わかった。しっかりこびておいで。ありがとう。埋め合わせは絶対するから。うん。10分後。お待たせいたしました。土曜日お伺いさせていただきます。あら嬉しいわ。主人もきっと喜んでくださるわ。超楽しみにしてますね。はい。お料理は何が好きかしら。苦手なものとかあるかしら。嫌いなものはありません。好きな食べ物は。私の方ですか。はい。主役は私じゃないので、幼児さんの好物を用意したらどうでしょうか。そうね、その方がいいわよね。はい。1週間後。美奈子さん、お疲れ様です。ごちそうさまでした。豚の角煮絶品でした。俊介さん、ありがとう。わざわざプレゼントなんて用意しなくてもよかったのに。普段お世話になってますから、ほんの少しの恩返しです。また来てね。はい、お伺いします。ほんと？いつ来てくれる？来週末なんかは。また幼児さんと決めますね。すぐには来れなさそうかしら。ご迷惑になるので。そんなことないわ。毎週末でもいいくらいよ。さすがに気を使います。本日はありがとうございました。10分後。帰宅。コビコビお疲れ様。結構疲れただよね。他の人もいると聞いてたけど、佐田岡夫妻と俺だけだったわ。え、そうなの。佐田岡さんも聞かされてなくて、ただただ気まずい時間が流れたわ。それは大変だね。奥さんに気に入られてて、来週も誘われたけど断ったわ。え、また誘われたの。うん。なんかそれ怪しくない。え、何が。本当に後輩をもてなしてるの。俊介のことを男として見てない。ないない。だって向こうはもう50歳くらいだぞ。俺とは20歳離れてるし、さすがにないって。女はいつまでも女だよ。ちょっとだけ気をつけてほしいな。わかった。1週間後。俊介さん、来週はどうですか。今度は自家製チャーシューを使った味噌ラーメンを作ってますよ。若い男の人はラーメンが好きよね。美奈子さん、お疲れ様です。自家製ラーメンすごいですね。また幼児さんに感想を聞いておきます。食べに来てくれないのですか。週末は実家に帰っておりまして。そうなんですね。非常に残念です。
2週間後。俊介さん、今週末はどうですか？美奈子さん、申し訳ありません。今週末は彼女との予定がありまして。そうなんですね。1ヶ月後。今夜は何してますか？緊急で申し訳ないのですが、どうしても話しておきたくて。今夜急には難しいです。一体どうされましたか？最近人生が楽しくありません。はい。私は夫に尽くしてきた人生でした。もともと仕事をしていたのですが、家庭に入ってほしいというお願いで職を失い、家庭に閉じ込められました。もともと体が強い方ではなく、子供を産みにくい体だと知ってから、子供への希望も閉ざされました。そんな私ももう今年で49歳。このまま老いていく旦那と二人で何の希望もない老後生活は耐え難いものなんです。そこで俊介さんにお願いです。私をもう一度女にしてくれませんか？旦那にはバレないように努力します。彼女がいると聞いてるので、そこの関係にも亀裂を入れません。他言しないと約束するので、どうか私と肉体関係を結んでください。美奈子さん、冗談やめてください。冗談じゃありません。私は本気なんです。実は俊介さんは私の初恋の方にとても似てるんです。あなたを見てると青春時代を思い出します。美奈子さんの思いは伝わりました。いろいろ事情があるとは思います。ただ協力することはできません。幼児さんや彼女を裏切れないので。いやよ。聞かなかったことにします。失礼します。10分後。アンナの言う通りだった。何が？美奈子さん、ガチでヤバい人だった。何か言ってきたの？簡単な話、愛人になってくれってさっき LINE で直接言われたわ。愛人？うん、マジで頭おかしいわ。具体的には何言われたの？電話できる？できるよ。ありがとう。ただのおばさんならいいけど、お世話になってる上司の妻となると本当に厄介な存在だね。そうなんだよ。あんまり無限にも扱えないし、このことを幼児さんに説明しても俺がたぶらかしたとか言われそうで。そもそも知らなくていいことだしね。そう。だから極力黙っておく。それがいいと思う。だよな。ありがとう。数日後。俊介さん、今夜はこの下着を着用してます。こういう鮮やかな色は好きかしら？実は俊介さんに興奮してもらうために今日デパートで買っちゃいましたね。乙女でしょ。ちなみにもう一着あるわよ。ただしこれは見せられない。直接家に来て私を抱いてくれるまでは決して見せることはできません。さあ我慢しないでいいのよ。いい加減にしてください。え？会社の上司の奥さんだからといって、さすがにこれ以上の行為は目をつむれません。ご自分の発言と行動に責任を感じてください。そんな、いいから早く抱いてよ。あなたは既婚者ですよね。それに私は25歳、それに対してあなたは49歳。ほぼダブルスコアですよね。年齢差なんて今の時代関係ない。それにただの肉体関係なら不倫にはならないわ。不倫そのものです。意味を調べてから発言してください。それに年齢差があるかないかは本人たちの判断に委ねられます。僕は同年代の女性に興味があり、実際彼女も25歳で同い年です。そういう意味でも諦めてください。49歳には見えないわよ。そうですね。確かに60歳くらいに見えますね。はあ？ある界隈であなたのことをこう呼びます。オバンゲリオン。1分後。あんな、やばいわ。美奈子さんが下着送ってきた。え？今これ着て打って実況が来た。最悪じゃん。もう我慢の限界だわ。明日朝一に行動する。また家に行くの？いやいや、そんなことしない。美奈子さんがやられて嫌なことをする。ちょっと荒療治だけど、これが一番効くと思うわ。なんだろう。翌日。ちょっとどうしてくれるのよ。離婚の危機になったじゃない。あなたは幼児に何を言ったの？今朝ありのままを伝えました。かなり憤慨してましたし、私への謝罪もしてくれました。私はもう LINE はブロックしますが、今後アクションを起こすようなら法的手段を取りますよ。そんなことされたら離婚は確実でしょうね。それだけは嫌よ。今更世間に放り出されて私に何ができるのよ。あなたが養ってくれるとでも言うの？そんなわけないでしょ。私は介護には興味ありません。何よその言い方。こんな言い方にさせてるんですよ。分かったらおとなしくしてください。今度何かあれば離婚する。
そう幼児さんは語ってましたから。クソが。後日談。こんばんは、手塚俊介です。この後、佐田岡夫妻の間で離婚が成立しました。上司の幼児さんは許そうとしたものの、途中からなんでこんな女を俺はこれからも養っていかなきゃと考えた結果、別れたそうです。その間にも隣の家のご主人に関係を迫ったなんてこともあったそうです。とにかくいろいろなものがこじれて、モンスター美奈子が登場したんだと思います。あなたの周りでモンスターはいますか？討伐しがいのあるモンスターがいればコメント欄に書き込んでてください。エピソード募集。いつもご視聴ありがとうございます。視聴者様からエピソードを募集させていただきます。胸キュンエピソードや修羅場エピソード、何でも構いません。実体験をもとに LINE を制作させていただきます。応募したい方はコメント欄に書き込んでください。たくさんのご応募お待ちしております。それでは失礼します。続いては若い女をいじめる職場の44歳女性のお話です。男性の煽りスキルがなかなかです。それではご覧ください。ももかちゃん、今日もお疲れ様。おじさんたちの対応ありがとね。ももかちゃんは若いし可愛いから、ああやっておじさん寄ってくるもんね。よしこさん、お疲れ様です。お役に立ててよかったです。本当に嫌なら出禁にしてもいいのよ。私の方から店長に言おうか？大丈夫です。確かに今日は酔ってましたけど、お店に結構お金落としてくれる方々なので、店長も出禁にしづらいと思いますし。それはそうかもしれないけど、ももかちゃんには関係なくない？店のオーナーでもなくて、ただのバイトなんだから。それはそうかもしれないですが、私のバイト代は店の売り上げから出ているので。大人な考えしてるのね。いえいえ。それに今日は態度大きかったですが、いつもはとてもいい人たちなので。そう？本当に辛かったら私を頼ってね。はい。よしこさん、いつもありがとうございます。一週間後。ももかさん、今日はお疲れ様でした。りょうたくんもお疲れ様。今日が初バイトだよね。そうです。続けられそう？ももかさんいるならやります。え？どういうこと？ドタイプなんで。私が？はい、彼氏いますか？いないよ。付き合いましょう。早いって。ダメっすか？そんな軽い感じやだよ。じゃあ重く言います。好きです。付き合ってください。この雰囲気で告白してこないで。脈なしか。あるなし以前の問題だよ。それに亮太くんのこと全然知らないし。じゃあデートしましょう。しません。ちゃーん。明日もシフト入ってるよね。はい、ももかさん入ってますか？私は休み。仮病使おうかな。ちゃんと働いてください。はーい。明日は多分よしこさんに教わると思う。可愛い人ですか？もう浮気する気じゃん。付き合ってくれるんすか？付き合いません。よしこさんは仕事に真面目な人だから、基礎みっちり教わってね。はーい。翌日。ももかさん、お疲れ様です。今日は会えなくて辛かったです。待って、これって毎日 LINE 来るの？はい、しますよ。バイトの情報もあるんで、先輩として相手してくださいね。そういう名目なら連絡すると思った？ももかさんは面倒見いいって聞いたので、絶対に無視しないって信じてます。ほんと口だけはうまいね。エッチの方もうまいですよ。ほんと最低。こんなこと桃香さんにしか言いませんよ。絶対そんなことないじゃん。ほんとですって。今は桃香さんだけっす。今はってついてるじゃん。てか全然バイトの情報ないけど、私も暇じゃないからね。今から言います。実は今日よしこさんがいろいろ教えてくださったんですが、あの人ってどういう人ですか？どうって仕事に真面目な人だよ。私にもかなり優しくしてくれるし。なるほど。何か問題あったの？いえ、何でもないです。次は3日後に出勤なんですが、桃香さんはシフト入ってますか？うわ最悪だ。入ってる。よっしゃー。指導係は桃香さんですよね？それは店長が決めることだから。桃香さんがいいです。一応聞くけど理由は？可愛いからです。近くにいたいからです。下心しかないじゃん。はい、下心 100% です。勇気 100% みたいに言わないで。返しも面白いです。ますます好きになります。マジでやめて。3日後。今日も可愛かったです。どうしてそんなに可愛いんですか？可愛い可愛い言い過ぎ。ダメですか？恥ずかしい。でも残念っすわ。何が？指導係ですよ。なんでよしこさんなんですか？それはよしこさんが決めたこと。私は全く関与してない。はぁ、テンション下がるわ。
あの人の方が歴長いし、ちゃんと分かりやすかったでしょ。まあそれはそうですけどね。しっかり働いて早く一人前になって。はーい。1時間後。ももかちゃん、ちょっといいかしら。よしこさん、お疲れ様です。どうされましたか。りょうたくんとはどういう関係。はい。ずいぶん仲良さそうに見えたけど、二人の間には何もないわよね。ないですよ。本当に。はい。そうよね。あの子の担当は今後私がします。なので一切連絡は取らないでね。あ、はい。指導する人が二人もいると、りょうたくんも困っちゃうでしょ。私とももかちゃんで教え方も違うし。それはそうですね。ではよろしくお願いします。はい。翌日。インスタのフォロワーお願いします。え？ももかさんのストーリー見たいです。見てどうするの。日々の癒しにします。大したこと載せてないよ。じゃあ顔出ししてください。インスタライブしてくれたらずっと見ておきますから。キモいって。あ、フォロワーありがとうございます。これって脈ありですよね。いやー嬉しいですわ。勘違いやばすぎ。男のフォロワー多くないですか。これ全員元彼ですか。そんなわけないよ。大学のサークルメンバーだよ。え、何のサークルですか。イベントサークル。絶対やりさーじゃないですか。違います。ちゃんとしたサークルです。心配です。何が。絶対モテモテですよね。そんなことないって。え、マジですか。男ども見る目なさすぎじゃないですか。それはそうかも。でもそれでいいです。ももかさんの良さは俺だけが知ってればいい話ですから。ねえ、どこまで本気なの。1から100まで全部本気です。私の何がそんなに好きなの。顔。直球やめてくれない。言いましたよね、ドタイプって。他は。性格も好きですね。 LINE のやりとり面白いですし、俺のセクハラにも耐えてくれるし。セクハラはしないようにして。そういうのマジでたまらないです。マジで好きです。ほんとキモい。好きな人いないんですか。いない。なんでですか。いい人いない。ここにいますよ。うるさい。俺尽くしますよ。絶対そんなことないよね。すぐに浮気しそう。それはないです。俺マジで一途ですよ。そうなの。マジです。もし俺が浮気したら全然別れてください。それは普通に別れるよ。バカなの。天才です。ほんとうざい。俺無理ですか。そんなのまだ決められない。じゃあ食事行きましょう。おごり。はい。ですから行きましょう。嘘だよ、別に割り勘でいいよ。え、おごりますよ。おごられるの好きじゃないの。おごりなら行かない。割り勘なら行ってくれるんですか。うん、試しに一回だけね。やったー。うるさい。マジ嬉しいです。写真10枚は撮りましょうね。そんなに撮りません。ピン写撮りたいです。金取ります。じゃあポーズ決めます。ごめん、やっぱ蹴った。あー嘘です、写真は1枚でいいです。記念に一緒に撮りたいです。だからご飯行ってください。わかったよ。マジ最高。いつにしますか。私日曜休み。俺もシフト入ってないっす。じゃあそこで。テンションぶち上がり。あ、でも一つだけ約束してくれる。何ですか。あ、ホテルは行かないですよ。適当な関係にしたくないので。俺本気なんで。違うよ、バイト先では黙っててほしいの。え、なんでですか。よしこさんに知られたら気まずい関係になりそう。え、なんでよしこさん。わからないならそれでいい。とにかく内緒ね。はーい。数日後。俺信じられないです。本当に俺でいいんですか。うん、いいよ。今日付き合えると思ってなかったです。じゃあなんで告白したの。いや、とりあえず伝えとこうって思って。やっぱ軽いんだよな。軽くないです、激重です。余計嫌だよ。とりあえず絶対に幸せにします。そんなに気負わなくていいよ。いや気負います。てかこんだけ喜んでますけど、俺のどこが良かったんですか。本当にいやいや付き合ってませんよね。勢いは多少あるかも。でも見た目も清涼感あるし、話してて面白いし、こっちまで元気になる。前の彼氏が病みやすかったから、それとは真逆っぽいから、とりあえずお試し感覚で。涙いいすか。大げさだよ。女神にこんなこと言われたら俺もう奮起するしかないです。絶対絶対幸せにします。期待してる。数日後。りょうたくんと何かあった。指導は私がするって言ったよね。よしこさん、お疲れ様です。どうされましたか。どうされましたか、じゃないよ。
勝手に指導するなって言ってんの。てか勤務中に喋りすぎ。お金もらって働いてんだよ。ちょっと最近意識低いんじゃない？申し訳ございません。気をつけます。10分後。りょうた、バイト中は喋るのやめよう。え、どうして？てかそんな喋ってた？さっきよしこさんから LINE 来てて激怒されちゃった。マジ？なんかあの人さ、人によって態度変えすぎじゃね？前にも少し話したけど、多分りょうたのこと好きなんだと思う。それマジなの？あんまり自覚ない？まったく。てか普通にありえないだろう。なんで？だってあの人おばさんじゃん。俺のこと好きになるわけないよ。女はいつまで経っても女だよ。マジで？とにかく刺激しない方がいいと思う。そうだな。数日後。あのさ、何しに職場来てんの？やる気ないならやめたら？本当にいらないわ。あなたの代わりはいくらでもいるの。それに最近太ったんじゃない？食べ過ぎ飲み過ぎなのよ。接客業なんだからその辺意識してよ。売り上げ落ちたら責任取れるの？取れないわよね。だったらやめてくれる？悪影響出ないうちにやめてくれる？翌日。ももか、電話できない？ごめん、ちょっと無理かも。最近元気ないけど、もしかしてよしこさんが原因？もうね、バイト辞めたい。パワハラ受けてるの？うん。俺はそんなに頼りにならない？え？俺、ももかのことが好きなんだ。それに約束したろ？絶対に幸せにするって。俺普段はチャラチャラしてるけど、決めるときは決める男だよ。だから、俺を信じてほしい。電話してくれてありがとう。ありがとう。ヨータの彼女でよかった。その言葉聞けただけで嬉しいわ。ちょっとグループ作るから入って。ちょっと仕返ししたいわ。1分後。よしこさん、お疲れ様です。グループ作りました。あら、リョータくん、どうしたの？あれ、ここではリョータくんなんですか？俺との個人ラインはリョータンって言ってましたよね。何が言いたいの？はっきり言います。しょうもないいじめすんな。は？意味不明な言いがかりつけて俺の大切なももかさんを傷つけるな。言いがかりって何よ？それに大切なももかって何よ？なんでそんな女にだけ優しいのよ？私にも優しくしてよ。しねえよ、バーバー。俺がももかさんに優しいのは大好きな彼女だからだよ。え？なあ、ももか。はい。ももかに騙されてるのね。かわいそうなりょうた。キモ。何がキモいよ！いや、キモいでしょ。てか何を勘違いしてるか知りませんが、先に好きになったのは僕です。モンアタックの末に付き合ってくれました。だから何？僕からは二つです。1、ももかをいじめないでください。2、俺たちの恋路の邪魔するな。以上2点守れないようなら、いじめ、パワハラの件、すべて店長に伝えさせてもらいます。それはやめてよ。だったら、もうやめてくださいね。うるさい。ももか、どうする？興味ない。だな。あんたたち性格悪いわね。悪いのはお前だろ。さっきから黙って聞いてたら何？好きな男取られたからって、悪あがきばっかりで情けないよ。こんな大人にだけはなりたくないね。間違いない。言いたいことも言ったし、抜けるか。そうだね。じゃあ、よろしくお願いしますね。おばさん。後日談。こんばんは、ももかです。この後、よしこおばさんは体裁が悪くなったからか、バイト先から姿を消しました。店長自身も嫌気がさしてたそうで、自主退職してくれて助かったそうです。それにしても、りょうたには惚れ直しました。チャランポランな奴かと思いましたが、しっかり私のことを守ってくれました。私の方こそ、幸せにしたいと強く思える出来事でした。続いては、夫の不倫で離婚したのに慰謝料もらえると思った、義母がバカすぎるというお話です。義母が即入院レベルでやばいです。それでは、ご覧ください。はるや、今夜はハンバーグ作ったよ。今日はいらない。そっか、接待かな。だったら。帰ってきてから食べるなら半分残して、半分は明日の弁当のおかずにしようかなって。いや、冷えたハンバーグいらないよ。それにもし今夜ハンバーグ食べるなら、明日の弁当はやめてくれよ。なんで前の日の夜とその次の日の昼飯が同じおかずなんだよ。サラリーマン舐めすぎじゃない？ごめんなさい。謝るくらいならするなよ。てか専業主婦は気楽でいいよな。何も考えずに生きられるもんな。いつも働いてくれてありがとう。楽なのは否定しないんだな。そんなに楽じゃないよ。どっちなんだよ。若菜、もしかしてあれか？
専業主婦は年収1000万とかそういう謎理論展開する女か。違う、そうじゃないよ。ただ春夜が言うほど楽じゃないよって。はいはい、とりあえず今から接待だから電話とかしてくるなよ。はい。10分後。ゆか、結婚って難しいね。また春夜さんと喧嘩したの？喧嘩というか、最近また当たり強くなった。話聞いてるだけでもかなりモラハラ気質だよね。うん。結婚前からそうだったの？そんなことないよ。同棲してた時なんか全くそんな感じなかったし、私は共働きでもいいかなって思ってたんだけど、家庭を守ってほしいって言われて、それで専業主婦になったの。でも最近ではそれを嫌がってて、ごくつぶしとか言われちゃってる。ちゃんと家事はしてるんだけどね。やばいじゃん。そうなった原因ってあるの？多分子供かな。子供？うん。私たち子供が欲しくて結構頑張ってるんだけど、なかなか授かることできなくて。それはきついね。一応私は検査したんだけど、特に産みにくい体じゃないって。春夜さんは？春夜は検査に行ってないかな。え、行かないの？割と多いらしいよ、男性側に原因があるって。春夜のプライド的にかなり厳しいかなって。なんかその時点できついね。それに子供を授かれないってことでうるさくしてくる人もいるんだよね。え、そうなの？翌日。若菜さん、聞いたわよ。あなたまた家事サボったんでしょ？春夜がしっかり稼いできているのに、その役割を全うしないなんて、ほんと、嫁失格ね。お母さん、おはようございます。家事はちゃんとこなしてます。ただ、春夜はこだわりが強くて。言い訳しないの。それに春夜の嫁なんだから、こだわりに対応してちょうだいよ。子供を産めない体なんだから、家事くらいちゃんとしなさいよ。病院に行きましたが、私はそんな体ではありません。じゃあなんで子供できないのよ。こっちは早く孫の顔が見たいのに。お父さんは見ずに亡くなったのよ。ほんと最後まで病院で嘆いていたわ。それはすみません。謝るくらいなら別れて。はい。嫁としてふさわしくないんだから身を引いてちょうだいよ。お母さん、それはあんまりです。うるさい。だったら早く産みなさい。翌日。春夜、ちょっと相談がある。何？今忙しいんだけど。お母さんのことなんだけど。またかよ。いい加減にしてくれよ。仲良くやってくれよ。違うの。暴言がすごいの。春夜と別れなさいとか言ってくるの。そんなの冗談に決まってんだろ。母さんも孫の顔が早く見たいんだよ。だから躍起になってるだけだよ。頼むからこの話はもうやめてくれ。じゃあな。あ、今日は帰ってくるの？急遽出張が決まった。だから帰らない。そう。数日後。ねえ、春夜さんとはどう？最近ますますやばいかも。お母さんのことで揉めちゃってるし、本当に散々な毎日だよ。こんなことになるなら結婚しなきゃよかった。春夜さん、多分不倫してるよ。え？私昨日見たの。春夜さんが腕組んで女性と歩いてて、そのままホテルに入っていくところ。嘘だよね。写真とか撮ってないけど、あれは間違いなく春夜さんだった。私の友達も横にいてそう言ってたから間違いないよ。不倫というか他の女の兆候ある？女というか、最近は仕事忙しいらしくて、それでよく出張に行ってる。ちなみに昨日は？会議が長引いたらしくて家には帰ってこなかった。もう隠す気ないじゃん。どうしたらいいかな。一度公的な機関に調べてもらったら？何かの勘違いかもしれないし、まあその可能性は高くないけど。そうだよね。ちょっと調査依頼してみる。うん。1週間後、調査結果返ってきた。早いね。どうだった？職場の若い女性と不倫してた。マジ？週に何回も会ってるみたい。調査してくれた人も隠す気ゼロだから呆れてたよ。そうなのね。どうするの？結果来るまでは半々くらいで考えてたんだけど、これ見たらもう無理だなってなった。春夜のモラハラもそうだし、お母さんとお別れできるならいいかなってなっちゃった。うん、私もその方がいいかなって。でもメンタル大丈夫？今ね、不思議とすごく冷静なの。だから全然大丈夫。1時間後。春夜、今日は何時に帰ってくる？またその確認かよ。
仕事中なんだよ今。本当に仕事中？はぁ？接待なら仕事だと思うけど、さすがに不倫は仕事じゃないよね。新入社員の新田桜さん、今も彼女とホテルにいるんでしょ。悪いけど全部知ってるから。不倫なんかしてない。何を知ってるか知らんが、全く見当違いだよ。言い逃れできそうにないね。はぁ？もうね、証拠全部揃ってるの。あんたたちが毎週金曜日にラブホテル行ってることも、来週には熱海旅行を控えてることも、全部把握してるから。私は離婚する覚悟だし、慰謝料も請求させてもらう。もちろん新田桜さんにもね。どうせ今いるならそのまま家に来れたりする？今すぐ帰ってこい。翌日。若菜さん、いえ、この悪魔は？あんた離婚ってどういうことよ。ああ、もう聞いてるんですね。あんたのバカ息子が不倫したので別れます。ずっと前から嫌いだったあんたともこれでおさらばしたいと思ってたので本当に感謝してます。一度くらいの不倫で何よ。そんなの許しなさい。ハリアはあんたのために外でいっぱい働いてんのよ。たまの息抜きくらい許しなさい。不倫は息抜きじゃありませんよ。不貞行為、許されないことです。それに慰謝料ですって。散々金食い虫だったくせに、別れた時にも金。人間じゃなくて悪魔よ。それ立派な侮辱発言ですよ。あんたにも別途請求しましょうか。悪魔に悪魔って言って何が悪いのよ。いいですか、不倫した人に慰謝料請求は当然です。春夜には支払い義務があります。もし支払いを断るなら会社にも連絡しますよ。やめなさい。わかったわ、払ってやるわよ。ただしその代わりもう婚姻罪うちに関わらないで。わかったか。言われなくても。数日後。会社にバレた。お前マジで最悪だな。私じゃないよ、多分新田桜じゃない。話し合いした時号泣してたじゃん。あんたが既婚者って知らなかったって。だから会社で暴露したんじゃないの？だからなんだよ、そうなることぐらい女ならわかるだろ。男でもわかるよね。てかそんなリスク取れないなら騙して不倫なんかするなよ。首や左遷になったらどうする？知らない、だってもう旦那じゃないもん。お前マジで悪魔だな。親子揃ってバカだね。はぁ？なんでもない、とりあえず慰謝料よろしくね。じゃないと裁判起こすから。わかったよ。一週間後。ゆか、ありがとう。全部終わりました。え、早くない？私もそう思った。離婚とかって時間かかるかなって思ったんだけど、すぐに終わった。まあ裁判じゃなくて時短だし、向こうは大事にしたくなかったからね。なるほど。ね、旦那どうなったの？左遷が決まったって。ざまあ。うん、ほんとそれ。しかも義母は実家から離れたくないから、強制的に遠距離になったって。その辺も笑えるね。うん、ほんと今冷静に考えるとよくあの環境で耐えてたわ私。そうだよ、本当にあいつらの言いなりだった。子供できないからってなんであいつらの命令に従わなきゃならないのって感じ。ほんとそれ。てか多分旦那にあるよね原因。うん、そうだと思う。でも若菜は仕事はどうするの？また職場復帰するの？まだ迷ってる。とりあえず慰謝料あるからしばらくは心と体休める。そこから何するか考える。そうだね、きっと若菜なら何でも成功するよ。ありがとうゆか、ほんとゆかが声かけてくれなかったら私は今でも奴隷のままだった。感謝しかない。5年後。若菜さんお久しぶり。さっきスーパーで買い物してたわよね。久しぶりにあなたを見ました。隣の男性は誰かしら？もしかして旦那かしら？そして手を繋いでた子供はあなたたちの子かしら？子供を産めない原因は春夜にあったのね。あの事件以来春夜に笑顔がありません。あなたが見捨てた春夜は地方で上司にいじめられて退職して、今はどこで何をしてるかさっぱりわからない状況ですが、あの地方に行ったのも全てあなたの責任です。それなのにあなたは笑っていました。こんなことが許されますか？今から制裁に行きます。私の大事なものが壊されたんです。だったらあなたの大事なものも壊されて当然よね。悪魔の子は悪魔、大きくなる前に
その目を摘まないと。後日談。こんばんは、若菜です。この後、元義母の千代子さんは、脅迫と銃刀法違反で逮捕されました。刃物を所持した元旦那の義母が、家の前で立ってたのを見たときは、本当に寒気がしました。すぐに旦那が警察を呼んで、現行犯で逮捕してくれたので、本当に助かりました。また、春夜ですが、調べると1年前に亡くなったそうです。原因は、左遷先でのパワハラだそうです。妻である私にモラハラしていた男が、左遷先でパワハラを受けて自害。もちろん喜んではいけません。ただ因果応報、そう思うだけです。再婚した旦那と、その間の子と3人で、幸せに暮らしていきます。それでは。続いては、職場のおばさんが突然下着画像を送ってきたというお話です。寂しがり屋のうさぎおばさんです。それでは、ご覧ください。竹岡くん、どうも新人バイトの中林智子です。ずっと専業主婦をやっていたので、久々のお仕事になります。たくさん迷惑かけると思いますが、どうかよろしくお願いします。中林さん、お疲れ様です。わざわざ LINE ありがとうございます。はい。飲食店の経験はないと聞いてますので、何でも気軽に聞いてください。竹岡くんはフリーターさん？それとも学生さんかな？僕は大学生です。そうなのね。何歳？今年で21歳です。若いわね。私はこんなおばさんだけど、仲良くしてくれたら嬉しいわ。いえいえ、そんなことないですよ。それは若く見えるってことかしら。確か38歳っておっしゃってましたよね。そうなの。どう？もっと老けて見えたかしら。いえいえ、その逆です。とても若く見えましたよ。そう、よかった。化粧品とかも安いやつじゃなくて、ちゃんといい品をこだわって使ってるの。そうなんですね。美意識高いですね。ありがとう。竹岡くんって褒めるのうまいわね。モテるでしょ。いやー、そんなことないですよ。彼女とかはいるの？いや、1ヶ月前に別れました。それは寂しいわね。そうっすね。よかったら話聞いてあげるわよ。私これでもモテてきたから、たくさんアドバイスできるわよ。ありがとうございます。なんなら今からしてあげるわよ。電話はできるかしら？ああ、ごめんなさい。電車の中なので。あら、そうなのね。何時頃に降りるのかしら？今から友達と遊ぶんです。相談などはまたシフトが被った時とかにさせてもらいますね。そうね。直接がいいわよね。よろしくです。はーい。一週間後。バイト先じゃあんまり話さないわね。みんながいる前じゃ私も竹岡くんとお話できないし。どこかで時間作れたりする？中林さん、お疲れ様です。いえいえ、そんな大丈夫ですよ。中林さんの貴重な時間奪えないです。そんなことないわよ。竹岡くんと過ごせるなら、いくらでも時間作るわよ。それにどこかで食事するなら、私が代わりにお金出してあげるわ。大丈夫です。お気持ちだけ受け取っときます。あら、そう。一週間後。今週のどこか時間ないかしら。お疲れ様です、中林さん。お話聞いてくださる件なら大丈夫です。僕の方で解決したので。聞いてほしいのは私の話なの。実は私、旦那に DV されてるの。え？外で仕事をし始めたのも、旦那との距離を作るためなの。そうだったんですね。ね？かわいそうでしょ？どうか話だけでも聞いてほしいの。お願いします。今誰かに話聞いてもらわないと。わかりました。自分でよければ。ありがとう。こんなこと誰にも言えないし、竹岡くんだからこそ打ち明けられたの。明日の夜なら時間空いてます。私も空いてるわ。場所はどこにされますか？私が決めていいかしら。以前から行きたかった高級なイタリアンがあるの。はい、大丈夫ですが。心配しないで。そこの料金は私が持つから。あ、はい。翌日、ごちそうさまでした。竹岡くん、じゃなくてひろきくん。今日はいっぱい話せて楽しかったわ。今はひろきくんだけが心の支えだわ。あの、中林さん。こら、中林さんはバイトだけ。二人で会話したり LINE してるときはともこさん。そう約束したでしょ。申し訳ないですが、そう呼び合う関係性ではないと思います。旦那さんもいることですし。私のことを気遣ってくれてるのね。でも気にすることなんてないわ。私と二人で会ってるときは既婚者だってことは忘れてほしいの。男と女で話し合いましょう。次はどこにする？美味しい鉄板焼き屋さんはどう？シャトーブリアン食べられるわよ。
食べたことないでしょ。私がご馳走してあげるからね。大学の講義で忙しいので、またこちらから連絡しますね。わかったわ。待ってるわね。数日後。返信まだかな。トモコはウサギさんなんです。寂しいのは苦手です。中林さん、お疲れ様です。職場で下の名前を呼ぶのはやめていただけませんか。ごめんなさい。つい口が滑っちゃったわ。そういう天然なところもあるのよ、私。控えていただきたいです。ひろきくん、そんな言い方よくないわ。今日も散々言ったけど、ひろきくん見た目はいいんだから、もっと女の子の心を理解する必要があるわ。まずは私で練習してみてね。それで次のデートはどうする？なるべく早く行きたいわ。翌日。夫に DV された。もう消えてしまいたい。私の存在意義って何？誰にも必要とされないのかしら。ひろきくんにとっても、私はただのおばさんかしら。あ、もう消えてしまいたい。中林さん。電話はできません。どうして？家庭内の問題でも悩まれていること本当に不憫に思います。ただ、僕が介入できる範囲外です。申し訳ございません。ひろきくんじゃないとダメなの。私ね、ひろきくんが好きなの。はい？ここでバイトしたのってただの偶然だと思ってる。実は私、一回お客さんとしてこの店を利用したことがあるの。その時にひろきくんを見たの。私好みの犬系男子で、言葉遣いもとても丁寧。近くに来た時にいい匂いもするし、春だって赤ちゃんみたいに綺麗。太ってハゲてきた旦那と同じ生物だとは思えなかった。ひろきくんと先に出会ってたら、今の旦那と結婚することなんてなかった。出会う順番さえ違えば、そう思えるくらい私は本気なの。ねえ、ひろきくん、私のこと抱いてくれない？ひろきくんの好きなようにしていい。何でも言うこと聞いてあげる。その代わり私からも一つお願いがある。定期的に抱いてほしい。旦那とはもうレスだけど、私だって欲求はたまるの。だからそれをひろきくんで解消したい。年齢は10個くらい離れてるけど、私見た目は25歳くらいって言われる。テクだってその辺の女には負けない。きっとひろきくんを満足させられる。ねえ、ひろきくん、聞いてる？お断りします。え？たくさん提案いただいてますが、すべてお断りします。待って、何が嫌なの？だから、すべてです。何が？私と愛人になれるのよ。なりませんし、なりたくありません。素直になれないのね。そんなことありません。ちょっと待っててね。10分後。ひろきくん専用のともこです。どう？さすがにムラムラしてきたでしょ。ムカムカしてきました。え？食事中でした。やめてくださいよ、こんなグロテスクな画像。ちょっと、なんてこと言うのよ。バーバー、いい加減にしろや。え？お前さ、自分で何やったか理解してる？マジで気持ち悪いからな。何よその言い方。こんな言い方にさせてんだろ。頼むから黙っててくれよ。私はあなたが好きなの。俺は嫌いだよ。え？じゃねえよ。寂しいのか何なのか知らねえけど、なんで俺が相手すると思った？バイト始める動機もキモいし、激しい勘違いしてるし、挙句に下着画像送信。頭湧いてるとしか思わねえわ。そんなことないわよ。あなたが素直にならないから、こっちは行動してあげてるの。異常じゃねえって言うなら、この LINE グループに共有していいか？やめて！異常って分かってんだろ。ひろきくんだけ見てほしいの。こっちは不快だって言ってんだろ。何がダメなの？だから全部だって。次何かアクション起こしたら、マジで店長に全部言うからな。はい、アウト。翌日。なんで店長に言ったの？いや、昨日散々忠告してあげたろ。やめる羽目になったのよ。もうひろきくんに会えない。俺は会いたくないんだよ。せめて一回だけでもしてみない？多分ね、一度やったら考え方も変わると思うの。やめるとなったらバイト仲間でも何でもない人なのでブロックしますね。え？さよならバーバー。3ヶ月後。お前のせいで終わった。全部終わった。どうしてくれるの？はい、誰ですか？トモコよ。あんたのせいで離婚したわよ。はい？
あー、中林さんですか。 LINE ブロックしたんですけど、わざわざインスタで絡んできたんですか。責任取りなさいよ。はい、何の責任ですか。あなたがバイト先に通報して、そこから噂が広がって旦那に伝わってしまったの。あー、それなら聞きましたよ。なんか不倫がバレたんですよね。なんで知ってるのよ。いや、そういう話ってみんな好きみたいなんですよ。なんか俺のせいにしてますけど、ご自身の不倫が原因ですよね。俺はマジで何もないので、関わるのやめてもらっていいですか。相手しなさい。あの時私を満足させてくれてたら、変な男に手出さずに済んだのよ。全部全部あなたのせいよ。自業自得だろ、クソバア。後日談。こんばんは、ひろきです。ほんと哀れな人間ですよね。実は僕は中林さんがバイトを辞めてから、中林さんの旦那さんから直接謝罪をされたんです。嫁が迷惑をかけたって。どうやら最近不倫を疑ってて、スマホを覗き見たところ、俺へのセクハラ発言を見て直接謝りに来てくれたんです。そこで聞いた話なのですが、DV は完全にでっち上げで、俺の気を引くためについた嘘だそうです。その後、すぐに離婚して金の使い込みや不倫などで、慰謝料500万円を請求して離婚したそうです。中林さんは当然返すあてもなく、今はお風呂屋さんで働いてるそうです。ほんと関わらなくてよかった。そう強く思っています。続いてが最後となります。実家の仕送りが止まってパパ活をしてしまう女の話です。甘い話には落とし穴があります。それではご覧ください。聞いたわよ、北村くん。すごい企業から内定もらったんだって。本当にすごいわ。私が見込んだだけのことはあるわね。安藤さん、お疲れ様です。ありがとうございます。本当にお世話になりました。確か大学入ってすぐにうちのバイト選んでくれたのよね。そうです、そうです。私が教えたこと全部メモって、すぐに仕事も覚えてくれたわよね。教え方が丁寧でした。ありがとうございました。頭がいいのよ、北村くんは。それに比べて清水さんは本当に仕事ができないわよね。北村くんにベタベタしてるし、バイトを何だと思ってるのかしらね。そうは思わない？あー、どうですかね。レイナちゃんも頑張ってると思いますよ。ただ不器用なだけで。北村くんは優しいね。でもその優しさが成長を止めるし、見てる方も気持ちよくないわよ。気をつけます。まあそれも北村くんのいいところなんだけどね。清水さんにだけはやめてほしいわ。あの子、男の前だけ態度変わるの。私と喋るときなんか目合わないわよ。それなのに店長や北村くんと喋るときだけ猫なで声になるのよ。あ、ほんと気持ち悪い。ってごめんなさい。お祝いの LINE をするつもりだったのに、結局愚痴になっちゃったわね。いやいや、大丈夫です。あ、そうだ、お祝いしなきゃね。お祝い？そうよ、北村くんの就職祝い。何がいい？私もパートだからそこまでお金はないから、高い財布とかは無理だけど、二人でお酒を飲むくらいの金額なら全然出してあげるわよ。いやいや、大丈夫です。お気持ちだけいただいておきます。そんな遠慮しないで。今まで何度もタイミングがなくて結局行けてなかったじゃない。今度こそお祝いさせてよ。いつにする？3時間後。ゆずる、おめでとう。無理そうとか言いながらしっかり内定もらってんじゃん。やっぱさすがだね。私も来年就活だからいっぱいアドバイスしてね。レイナ、ありがとう。いやマジで自信なかった。たまたま通った感じある。絶対嘘だ。本当は確信してたでしょ。してないって。でも寂しくなるな。ん？なんで？だって就職したらバイト辞めるでしょ。当たり前だろ。一緒に働けなくなるじゃん。それは俺も寂しいよ。本当？本当に思ってる？思ってるわ。安藤さんも絶対思ってるよ。もうあのおばさんの名前出すなよ。なんでそんなに嫌いなの？レイナの方が絶対嫌ってるだろ。うん。てか3時間くらい前に安藤さんから LINE 来てたわ。就職おめでとうって。うわー、マジでゆずるのこと好きだよね。そうだな。就職祝いしたいとか言ってきたけど、スルーしてるのに察してくれない。もうずっとそうじゃない？で、話題に出てないのにまたレイナの話出てきて意味不明なディスしてた。あー、もうマジだ嫌い。てかそろそろバレてそうじゃない？私とゆずるが付き合ってること。いや、絶対ない。本当？それされたら発狂するだろうな。それ知った瞬間の顔だけ見たい。
おい、性格悪いぞ。絶対面白いよ。やめろ。てか、ゆずるが辞めるんだったら、私もバイト先変えようかな。マジ？うん。店長はいい人だけど、おばさんがうざいんだよね。特に安藤さん。だから辞めようかなって。いいと思う。だよね。ゆずるはいつ頃辞める予定？就職する前の3月までギリギリで働く感じ？いやー、それはない。就職してしまったらできないこととかたくさんあるし、貯金もあるから旅する予定。いいなぁ。ルイナもついてくる？また貯金ない。それくらい俺が出してやるよ。ねえ、それは悪いよ。必死で貯めたお金じゃん。どうせ4月から働くことになるし、貯金なんてあんまり意味ないよ。お金はあくまで経験や価値に変換できる代替品に過ぎない。若い時にたくさん経験した方がより豊かな人生になると思うんだ。だから気にしなくていいよ。人間できすぎ。そう？私もできる限り自分で出す。ちょうどダイエットもしたかったし、食費とお酒控えるようにする。あ、いいね。じゃあなるべく節約生活して、年明けくらいに旅に出よう。うん、楽しみだな。翌日。北村くん、返事がまだだぞ。ちゃんと仕事はできるのに、こういう連絡は苦手なのかな。お姉さんが教えてあげようか、恋愛テクを。おーい、声聞きたい。翌日。昨日はごめんなさい。酔っ払ってて、ついあんな LINE をしてしまいました。酔ってらっしゃったんですね。びっくりしました。ええ、そうよね。でもびっくりしただけだった。はい。ちょっとは嬉しかったんじゃない？甘えられたって感じで。誰にも言わないから、本当の気持ち教えてみて。びっくりしただけですよ。お酒はほどほどにしてくださいね。違う、そうじゃない。はい。あのね、はっきり言うね。私ね、あなたに恋してるの。うん、わかる？恋だよ恋。本当に好きなの。最初は可愛い後輩だなって思ってた。仕事もテキパキできるし、愛想も良くて頼りになる人だった。でも自分でも気づかないうちにあなたのことを好きになってた。本当にこの間までわからなかったの。どうしてわかったと思う？それはね、いつまでも一緒にいないんだって思ってから。ずっと一緒にいるもんだと思ってた。あなたが大学に入学してから、うちで働き出してもう3年。長いようで短かった3年。もう縮まった心の距離をもう少し縮めてみませんか？私もいつまでも若くないです。結婚への焦りもありました。でも焦らなくてよかった。適当な男で妥協していたら、あなたには出会えなかったもの。今もう一度口にします。好きです、ゆずるくん。私を幸せにしてください。私まだまだ現役です。ピチピチではない。熟れた体に興味ない？二日酔いのようですね。ご自愛ください。え？一分後。レーナ、やべえ。何？どうした？安藤さんが暴走しだした。え、昨日の LINE から進展した？した。最初は謝罪から入ったんだ。昨日は酔っててごめんなさいって。そこからまた急に火がついて、途中から止められなくなって、最後らへんは謎ポエム読み出した。待って。見たい。まだそのポエム続いてるから、続きは直接会って見せるわ。何そのもったいぶり。今夏だけどカーディガンいるぞ。どんだけ寒気のする文章なの？10分後。二日酔いじゃないわよ。ちゃんとシュラフです。あなたの答えを聞かせて。好きなんでしょ？私のこと。ごめんなさい。マジで興味ないです。あのね、そうやって消極的になるから、いつまで経っても私たちの距離が一向に縮まらないのよ。わかってる？恋愛には興味あります。ただあなたに興味がないんです。わかりますか、安藤さん。そんなことないはずです。あなたは私のことが好きなんです。どんだけ自信家なんですか。こんなこと言いたくありませんが、理解してくださらないので少し掘り下げてお伝えします。まず、僕には彼女がいます。付き合って2年です。え？そんなの聞いてないわよ。黙ってました。なんでなの？相手が清水玲奈だからです。清水玲奈って、あの清水さん？そうです。バイト先で交際が噂になると、シフト組むのも大変だと思い、黙っておこうと二人で決めました。何よそれ。分かっていただけましたか？お気持ちは大変ありがたいですが、何卒よろしくお願いします。乗り換えなさい。はい？清水さんから私に乗り換えなさい。
どういうことでしょうか。私を彼女にしなさい。まあ彼女と言っても結婚を前提にですけどね。一言だけいいですか。何？好き以外受け付けません。黙れよババア。え？いいじゃねえよ。いやマジで何なんだよ。いや好きな気持ちはありがたいですよ。それがたとえ30歳くらい離れてるおばちゃんからのだとしても。おばちゃん？誰のことよ。自覚なさすぎ。脳内が異世界に転移してるんですか。しっかり現実見てください。あなたは振られたんです。その原因は俺に彼女がいるからです。それもあなたから見たら30歳くらい下の可愛い女の子の。それが発覚してもなお乗り換えなさいって何ですか。そんな脱線電車には乗りたくないです。車庫で眠っててください。何よあなた、おかしいわよこんなの。年上を敬いなさいよ。私があれだけ情熱を持って仕事を教えたんだから付き合うくらいしなさいよ。関係ないですよ。もうらちが飽きませんね。ちょっとグループ作るのでそこで最後の話をさせてください。はい。安藤さん、いい加減にしてくださいね。これで最後ですよ。何よこれ、何のグループよ。あんたに諦めてもらうグループです。清水さん、何よあなた、ゆずるをたぶらかすような真似して。いい？ゆずるは私のものなの。私の結婚相手なの。あんたなんかに渡してたまるものですか。どうせあれでしょ、ゆずるがいい企業から内定もらったから将来楽しようとして捕まえたんでしょ。私には見え見えよ。それ自分のことですよね。ゆずるからも説明あったように、私たちの交際はもう2年にもなります。自分がずっと狙ってた男の彼女が渡してとっても悔しいですよね。いても立ってもいられないんですよね。でも残念です。あなたじゃ私に勝てません。だよねゆずる。うん、その通り。俺おばさんに興味ないので。何よ何よあんたたち、こんなの許さないから。全部全部店長に言いつけるんだから。自首ありがとうございます。手間が省けます。1分後。あんたなんか好きじゃないわよ。告白を本気にしたの？そんなわけないじゃない。そうですか。今までのが全部嘘だとしても。え？俺は本当は安藤さんのことが好きで素直になれなくてこんなことをした。その場合でもダメですか？それは本当なの？だったら嬉しいわよ。私だって好きよ。あなたのこと大好きよ。あなたとの子供を産みたいわよ。嘘だよバーカ。はあ？後日談。こんばんは、ゆずるです。少しおちょくりすぎました。今になって少し反省してます。翌日店長から電話がありました。安藤さんからのセクハラ発言を取り締まれなくてすまないと。ただやりすぎたからそこはしっかりと謝罪しろと。しかし実際に会ってみると笑っていたので安心しました。安藤さんはいつの間にかバイト先に来なくなりました。するとレイナだけでなく他の人も嬉しそうでした。結構嫌われてたみたいですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。以上、おばさん一気見シリーズでした。今後も定期的に総集編を更新していきます。今後どんな総集編が見たいかコメント欄に書いていただけると助かります。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。